おじょ。さあ、2021年、プロ野球、開幕。開幕したということで、今シーズン参ります。佐々木チャンネル、全試合、総チェック！はい。ということで、もう、まあ、今日はもう日付も変わってね、27日になってますけども、3月26日、プロ野球ね、無事開幕したということで、いや、良かったですね。まあ、昨年はね、緊急事態宣言になって、開幕日がね、大きく伸びたっていうところでね、まあ、1年後の今ぐらいはね、本当にまあ、厳しい状況でしたけど、まあ、今もね、去年より厳しいんじゃないのかっていう状況ですけども、まあ、無事にね、お客さんを入れて、プロ野球が開幕したっていうところはね、喜ばしいことですけども、今日はですね、開幕戦、全6試合、総チェック、ね、していきたいと思います。今年もですね、皆さんの期待に応えるべく、月曜日と金曜日に総チェックの動画を出したいと思います。金、土、日の試合を月曜日、火、水、木の試合を金曜日、試合の前までにですね、頑張ってですね、まあ、佐々木も頑張りますけども、スタッフも頑張ってますんで、皆さんね、1年間続くかどうかは、皆さんの視聴回数と、そして、グッドボタン、高評価と、チャンネル登録にかかっております。もちろん、月曜日には、佐々木チャンネルが選ぶ、ウィークリー MVP をね、各ベストライン、決めていきますし、皆さんに楽しんでもらえる、コンテンツにしていきたいと思いますので、ぜひ皆さん、視聴してください。それが、佐々木の力の源になります。さあ、ということで、今年の総チェック、第1弾、行きましょう。さあ、3月26日、まず、最初は、楽天対日本ハム、BS ね、テレ東で、袴田さんと、副音声、そして、テレ東の YouTube チャンネル、やらせていただきましたけども、結果、8対2で、楽天の勝ちということで、和久井が、開幕投手、3球団で、勝ち投手、ということで、ガッツ、ナイスピッチングね。まあ、立ち上がりからね、非常にコントロールも良く、肩の開きも抑えられて、対角線に行くボールがね、悪い時はシュート回転で、力弱くなって甘めに入ってくるっていうところが、今日はほとんどなく、しっかり対角線のボールも、力強く投げれてましたし、コントロールね、制球っていうのも非常に良かったんじゃないのかなと。そして甘めに行く時はね、ボールを動かしながら、芯を外していくというね、ベテランらしいピッチング。結果、7回116球。6球、4安打、5三振、三振四球ね、無失点という、素晴らしい結果に導いたんじゃないのかなと。そしてね、土曜日の試合ね、マー君が投げる予定でしたけども、まあ、ひらめきにね、ふくらはぎの肉離れ、まあ、損傷、っていうところで、報道ではね、全3週間になってますけども、ふくらはぎはですね、やっぱり無理すると大事になるんで、やっぱり無理できないんですよね。ハムストリングは若干無理しながらもできるところですけど、ふくらはぎはですね、まあ無理できないというところで、まあ正直ね、そうですね、ゴールデンウィークぐらいになってしまうんじゃないのかなというね、いう予想します。その中でですね、明日、高田投手が、緊急にね、先発。で、日曜日はね、早川投手と、今日ね、万が一、金曜日ね、開幕戦負けていれば、かなりの大きいプレッシャーでね、高田投手、早川投手が行く中、ひょっとしたら3連敗もね、あったかもしれないっていう状況の中で、和久井のね、この1勝っていうのは、かなり大きな、明日、明後日にね、繋がる、いい投球だったかなと。まあ、その中でもね、なんと言っても初回ね、辰巳の初球、先頭打者ホームラン。まあ、オープン戦からね、非常に好調で、まあ、今年ね、どうなるのかっていうね、ところでしたけど、初球を物見るので、レフトにね、ホームラン。まあ、風のね、力もありましたけども、グッドバッティングね。で、まあ、ヒーローインタビューでね、まあ、和久井が、この風に乗せたら反対方向をね、打った方が伸びるぞっていうね、アドバイスを得てね、最初から、反対方向にね、打とうと思ってたっていうね、その、まあ、反対方向にね、打とうと思ってたっていうところをしっかりね、打ち切れたっていうところが、まあ、状態の良さかなと、その後ね、フォアボールも一つ、取りましたし、明日以降もね、非常に期待できるんじゃないのかと、今年はですね、守備の人から脱却してですね、打つ方でも活躍期待したいですね。まあ、その中ね、まあ、バッティングもね、田中和樹選手、まあ、以外っていうね、言い方は申し訳ないですけども、田中選手以外ね、先発全員安打と、小保方がね、3安打打って、グッと。ね、しかも、その中でもですね、やっぱこのね、バットもあるんですよ。6回、悪送球ね、小保方。ショートゴロね、そんな大して難しい球じゃなかった。取って簡単に投げればアウトの中で、ホーム側にね、それて、
エラーというところでね、ああいうところはね、しっかりやっていかないと、やっぱり、その、まあもちろんね、打つことに特化するね、打つこと、猛打賞を打ったことは素晴らしいですけども、やっぱり守備っていう部分はね、小深田にとったらもう必要最低限ね、やってくれるっていう期待の中で、ああいう卒があるプレーっていうのはね、今後も含めてマイナス要素になるんで、しっかりね、やっていってもらいたいなと。あのプレーはね、バーッとっていうところになりますよね。逆にですね、日本ハム、小笠原投手ね、立ち上がりから非常に球も高くてですね、制球苦しいんだからっていうね、ところもありましたね。若干開幕緊張したのかなというピッチングに見えましたね。で、まあ5回裏ね、模擬フォアボールになってワンアウト満塁になってですね、まあここでね、解説の時も言いましたけども、今日の試合だけを考えるのだったら、もうあそこでね、まあスパッと変えた方が良かったんじゃないのかなと。エースね。っていうところと、開幕投手に任命したっていうところでね、多分栗山監督としては、まあここをね、しっかり踏ん張ってほしい。噂はこの試合任したよっていうところのね、長いシーズンを見た。長期的に考えてるね、続投だったとは思いますけどね、まあ短期的に見れば、あそこでね、交代。その後ね、続投して、鈴木大地にね、初球ど真ん中をタイムリー、操作一層のね、ツーベースタイムリーで、5対0になってね、結局ジエンドと。あの一本でね、勝負は決まったかなというようにね、感じましたね。だからまあ、系統っていうのはね、結果論でまあ、なりがちですけども、まあね、僕らの仕事はその結果の中からでも仕事はね、言うべきことは評論としてね、言っていかなきゃいけない部分はあるので、やはりキーポイントになった、部分はあの5回裏のね、続投っていうところが、結果的にはキーポイントにね、なったんじゃないのかなと。鈴木大地もね、そこまでノーヒトでしたけども、しっかりね、初球から振り抜いたっていうところはね、今年も勝負強さがね、健在かなと。大地、グッド。ね。で、まあ、その中でね、まあ、あの、日本ハムのね、負けの具合は、まあ、そこのね、ピッチャー交代のキーポイントもあったけども、結局これがなんでなったかっていうと、取るべき時にしっかり取れてないっていうところが、まあ、このね、大差、まあ、8対2というね、結果にね、結びついてしまったかなと。まあ、3回表ね、ホームでアウト、中島がね、ホーム、タッチアウトっていうところでね、まあ、ヒットは出なかったですけども、田中和樹選手のね、あの、ホームへのスロー、グッズ。で、そこもね、太田選手がね、逆シングルでね、取って、あれね、ランナーにタッチに行こうとすると、追いタッチ気味になって、セーフになる可能性があったところをね、しっかりベース板のね、隅にミットをね、持っていったっていうのは、非常に素晴らしい、プレーだったかなと。そういう細かいところもね、しっかりできたプレーだったかなっていうところもあって、あそこね、1点入ってたらひょっとしたら流れがね、大きく変わってたっていうところでね、しっかり田中、太田のね、2人で、中島をね、アウトにしたっていうのは非常に良かったなと思いますけども、逆に言えばね、あの、ホームへのクロスプレイ、まあ、コリジョンができて数年になりますけど、ホームのクロスプレイっていうのはもう、ヘッドスライディングが一番早い。体を、一塁側に逃がしながら、手を伸ばして、ヘッドスライディングするっていうのがね、タイミング的には一番いい。まあ、あのタイミングだとね、ヘッドスライディングしてもギリギリだったかなと思いますけども、足で行ってね、手を横に伸ばすと、もう足はベースを通過してるのに、手だけで何とかしようとしてね、結局ビデオ判定で見ても、ベースをね、タッチもできてなかったんで、あのスライディングっていうのはね、もう正直やめた方がいいかなと。やっぱ頭からね、突っ込んでいって手でね、しっかりタッチしに行くっていうのが、もうコリジョンができて気温になってくるのかなっていうところもあってね、もったいなかったなと。あとはね、5回表、ワンアウト2、3塁、中島選手の打席でね、ワンボール、ワンストライクから、結局アウトコースをね、当てるだけで3塁ゴロ。で、結局その回もね、1点取れずっていうところで、あそこはね、当てに行くバッティングじゃなくて、まあ追い込まれてたんだったらね、仕方ないですけど、もうちょっとしっかり振ってね、犠牲フライでも取れたらなと。結果ね、取るべき時に取れなかった。チャンスは作れど、一本出ずっていうね、結果が枠井のね、好投を導く結果にもなったし、結果大差のね、8対2っていうね、まあ終盤ね、孫の、まあ乱調もあってね、まあ2点取ったっていうよりね、もらったっていう方が正しいでしょうけど、まあ結局日本ハムとしては完敗の、開幕戦だったかなと。思います。続いて、西武対オリックス。結果、4対3で西武の勝ちということでね、高橋コーナー、安定的に良かったんじゃないかなと。7回3分の1、102球、7安打3三振。まあ、3失点ね、しましたけども、これね、無四球。この無四球っていうところがね、3失点でね、収まったっていうところもあったんで、非常にね、まあ、初の開幕投手だったんですけども、落ち着いたね、しっかりした投球ができたんじゃないかなと。グッド。ね。で、まあ、この中でね、まあ、まず西武のことだけで言うとね、平、そのね、高橋コーナーを続いて、3分の2へ、球はね、甘かったですし、ちょっと無駄なワイルドピッチャーありましたけども、クイックがとにかく速い。球が甘くなっても、クイックの速さで吉田、そういうと、その次、モヤだったかな、
タイミングをねずらして結局ね牛損じを誘うというところで、今年もね素晴らしい継投してくれるんじゃないのかなというね、いい開幕できたんじゃないのかなと。でまあ西武はね森がホームランっていうところで森グッズ、まあもう心配なくねいけるんじゃないのかなと。まあ昨年不調だったね山川もヒットを打って、打つべく人がね打ってしっかり勝てたっていうところでは西武はねいい戦いができたんじゃないのかなと思いますね。逆にオリックス、年が変わっても去年とやってる野球が大して変わってない。バッとね、まあ初回先頭の金子ね、ショートゴロ、記録はヒットだけどもね、紅林のまあ実質エラーだよねあれはね。でワンアウトで源田が送ってね、源田のバント、あれ佐々木チャンネル見てるのかな、パリーグの場合はバントした方が点が入るというところでワンアウト一塁になってね、森のセカンドゴロを、太田がねタイムリーエラー後ろに反らしてね1点入るということで、ここで2失点、正直ね0点でいけた。この山本がね投げてる時にやっぱり味方のエラーとかね足を引っ張ることで失点してしまうとね、やっぱりこれはチームとしては流れに乗れないし、昨年とねちょっとやってる雑な野球っていうのはね開幕戦からね見せてしまったかなっていうところがね、結局山本、山岡、吉田いい選手いるのにね A クラスに押してくれないっていうところなんじゃないのかなっていうところがね開幕から出てしまったかなと。で3回裏ねワンアウトで山川のねショートゴロ、クレバイスかね、またこちらもエラーで、その後ね、出す1失点と。結局山本ね、自責点1。まあ、森のホームランのね、自責点1の中で4失点。まあ、エースが投げてる中ね、この守備のミスっていうのはね、非常にいただけない。もう、バッとバッとバッとっていうね、試合展開だったかなと。まあ、その中でね、まあ、吉田、頓宮の2人のホームランっていうのはね、まあ、素晴らしかったなと。まあ、頓宮アウトコースストレートをね、ライトへ打った瞬間っていうところのね、ホームランっていうのは素晴らしかったなと思いますけれども、結果ね、ミスが響いて4対3というね、西武の勝ち。まあ、オリックスとしてはね、こういう野球をやってれば、今年もね、最下位になっちゃうよっていうようなところなんで、まあね、若いからとか、もうそういうのはね、初めてだからっていうのはね、もう言い訳にならない。プロで出た以上ね、全員がプロフェッショナルとして、ベテランでも若手でも実績あってもなくても、しっかりとしたね、結果を残していかなきゃいけないだけに、まあこれをね、まあ本人たちがね、一番よくわかってると思いますけども、明日以降ね、さらなる気を引き締めてですね、試合に取り組んでもらいたいなと。結果ですね、パリーグワーストの開幕10連敗っていうね、不明の記録をねオリックスは出してしまったっていうところが、西武対オリックスの試合でした。さあ続いて、ソフトバンク対ロッテ、結果8対2でソフトバンクの勝ちというところで、まあ二人がね初の開幕投手に選ばれましたけども、まあ立ち上がりからね球高かったかなというところがありましたよね。まあ初回ね、周東にヒットを打たれて、でそこでね牽制も入れながら、まあ完全にね周東の足を警戒してアウトコース入り、でそこをね今宮がね待ってましたと。でそれが甘くなってねフルスイングされて、レフトへのホームラン打ったね今宮は本当に素晴らしいナイスバッティング。でもねこの周東の足っていうのがね打たせたホームランだったかなと思いますし、ロッテバッテリーとしてはね、周東の足を気にするあまりね簡単に行き過ぎたなっていうところでバッとね、まあこういったところがね開幕初っていうところのねぬるっと入ってしまったかなっていうねいうところはありましたね。で3回裏ね今度は周東のインコースのストレートホームランというところで、まあ今このインコースはねそんな、甘い球じゃなかったですけども、肘をしっかり畳んで、単打だけでないよホームラン打てるよっていうところで、周東はね今度は自分の力でホームラングッ、いやこれはちょっとね怖い選手になってくるんじゃないのかなっていうね怖さを感じたホームランでしたね。でまあソフトバンクのことで言うとね、そこから6回裏、柳田がねツーランホームランというところで、まあ、柳田のね時にはまあ昨年もそうですけど、インコースをどん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 ついてね、いい形で抑えていった。で今日の試合もですね、まあ変化球スライダーも含めてインコースインコースいった中で、もう柳田としてはもうインコースねもう待ってましたと。山張るところでね多分スライダーだったと思うんですけども、甘く入ったところをねまあいただきますという形でホームラン。まあちょっとね変化球多かったかなと、ストレートのインコースね攻めきれなかったかなっていうところでね、この待ってましたとばかりのホームランになってしまったかなと。で、あとはね、まあ、回のホームランあったりとか、栗原のタイムリーあったりとか、結果的にね、8失点っていうところで、まあ、いいところがね、見せれなかったかなと。で、逆に、ロッテのね、
で、まあ打線で言うとですね、まあ結局去年からもそうなんですけど、フォアボールなどでね、出塁率高くて出塁してもですね、最後の一本がね、結局打てないっていうところで細かい野球がね、しきれなかったかなと。象徴的だったのがね、まあ4回3対0で負けてる中で、まあ先頭荻野がね、ライトにツーベース、ノーアウトに、ここはね、最低でも1点取らなきゃいけない。しかもクリーンナップに向かうっていうところで、続いて2番のね、菅野がピッチャーゴロっていうところで、まあその進塁打、最低でも進塁打を打てず、マーティン安田がね、アウトアウトと無得点。まあこういった細かいところもしっかりやっていかないと得点につながらないなっていうところはありましたよね。だからまあチャンスは作れど点が入らない。5回にしてもね、中村ツーベースで鳥谷ヒットで田村フォアボールでワンアウト満塁から藤原ファーストゴロホームアウトで荻野がね、倒れて、結局ここでもう一本打てない。で、そして6回ね、マーティンがホームラン打って、よし3対1と。こっから行くぞっていうところで、ツーアウト流れでしたけど、満塁になってね、田村が3球三振のね、アウトで1本出ずね、結局ホームランで1本。で、9回ね、吉田代打でホームラン。まあ、オープン戦の時も良かった。吉田グーッ。まあ、このままね、しっかり、まあ、本人ね、正念場っていうところは分かってると思いますけども、まあ、このホームランをね、自陣に変えて、1年間ね、頑張ってもらいたい。次、山口、プロ初ヒット。グーッ。まあこのね、勢い、そのね、フルスイングっていうところのね、持ち味を、怖さを出さずにね、しっかり続けていってもらいたいなと。全体的にはやっぱりね、チャンスは作れるとヒットが出ない。ここで言いましたけども、ランナー三塁にいたら、スクイズした方が点入るよ。データに出てます。時と場合にはよりますけど、っていうところをね、一つお伝えしつつで、ソフトバンク対ロッテを終わりたいと思いますけども、明日ね、三馬かな、ホークスに対して、いい形で成績残してるんで、明日はね、しっかり、攻めていってもらいたいっていうところでね、やっぱりその、動きっていうのがね、今日のロッテの中ではなかなか見えなかったなっていうところもあるんでね、そういったところを見せながら、チャンスを作って一本出すっていうね、そこをね、石川が、まあ、緩急も良かったし、キレね、結構あったなっていうね、ピッチングね、ピンチを作ってもね、キレある球でしのいだっていうところもね、あると思いますけども、明日どういう展開になるのか、パリーグ3試合、お伝えしました。さあ、続いて、セリーグ。巨人対 DeNA。なんと8対7。サヨナラホームランで巨人の勝ち。亀井、グッバッティング。交流戦とロッテ戦、敬遠されて打てなくて最後ホームラン打ったね。あのサヨナラホームラン以来かな、どうかわかんないけども、あれがね、すごい記憶にある佐々木でした。まあね、初回3点ね、取って、いやーもう、浜口も、フォアボールで、まあ3回で79球4安打、6三振、5四球6失点っていうところでね、ピンチ作ってね、1本打たれてっていうところで、まあ3点取られてね、もう今日菅野だから、万全だろうっていうところで、菅野もね、どうした開幕戦っていうところを6回ね、101球。8安打4三振、3四球で失点3という形でね、ちょっとらしくないなと。まあこれ、まあ気のせいかもわかんないし、まあ次回登板ね、チェックする必要性はあるけども、ちょっと見た感じ、いつもの菅野より状態高いかなっていうね、ちょっと立ち投げっぽいなっていう感じもあって、ちょっとコントロールとかね、乱したのかなっていう。まあこれはね、まあプレートの位置を変えたっていうのもありますけども、またちょっとね、次回登板をチェックしながらですね、そのホームっていうところをね、もうちょっと見ていきたいなと、思いますけども、まあ打線においてもね、DeNA の田中、4打数3安打、6打点、開幕戦6打点、新記録でございます。グッズ。グッズ。まあこれね、田中で勝ってたら、巨人は今日、なかなか寝つけなかったんじゃないのかなっていうね。いい形でね、開幕できて。まあね、本当にね、選手にとってトレードっていうのはね、ポジティブなもんだし、それでね、DeNA 行って、開幕スタメンで出てね、こんな大活躍をするっていうようなね、本当に素晴らしいことなんで、田中選手にはね、今後もね、特に DeNA は外国人が来てないんでね、その間ね、しっかりね、アピールして、外国人がね、外オースティン来ても、どこでも出てね、レギュラーとして、田中は外せないっていうね、活躍を、明日からも期待したいと思いますけど、開幕戦、素晴らしい、バッティングでしたね。もう全体どうしたらね、8で、もうなんか両方がね、打ちまくって、どっち、まあ最後ね、9回、追いついた時はね、このまま行くんじゃないのかとね、DeNA 行くんじゃないのかと思いましたけどね、最後の亀井のホームラン、まあ勝負強いなっていうところもありましたし、DeNA もね、中継ぎね、国吉、砂田、山崎康明もね、今年、まあね、このまましっかり活躍できれば素晴らしいね、リリーフ陣にね、なるし、その後平田、石田ともにね、まあ石田、一失点しましたけども、しっかりね、この浜口、
が3回降板した後もね、踏ん張ったかなっていうね。で、まあこういったところがね、この9回打ち切りっていうところのね、起用法につながってるかなと。どんどんね、出し惜しみすることなくピッチャーをどんどん使えるっていうところでね、こういったところがこの延長なし、9回打ち切りっていうところがね、象徴された。今後も多分こういうね、起用法とか展開っていうのは出てくると思うんで、そういうところをね、チェックして見ていくとね、さらに楽しくなるなと。まあジャイアンツとしてはね、この3回に6対3になって、まあさすがにこれで勝ちかなっていうところでね、7回ね、まあ田中に打たれたりね、9回追いつかれたりっていうところで、まあこの田中一人にね、やられかけたなっていうところはありましたけど、まあ最後にね、こう勝つところがね、さすがっていうところでもありますし、DeNA としてはね、ここ最低でも引き分けたかったなっていうね、試合展開だったかなっていうところもありましたね。まあ結果としてね、まさかっていうね、試合展開でしたけども、8対7、ルーズベルトゲームで巨人の勝ちというところでした。さあ続いて、広島対中日、なんと7対6で中日の逆転勝ち。いやー、まあ初回ね、西川選手のホームラン、いや素晴らしかったですね。まあだから西川選手もね、今年怪我なくて、やれれば非常にいい活躍ができるんじゃないのかなっていうね、素晴らしいホームラン。で、2回にもね、岐阜選手のタイムリーっていうところでね、まあ本当にクロンもね、初ヒットも打って、チームとしていい形で流れて、2回で4対0、しかも大瀬良投手もね、球数少なく、もう 99% 広島の勝ちゲームだったところでね、5回、先頭のね、木下選手センター、ツーベースを打って、で、ネオ選手はね、ピッチャーゴロで、二塁。で、福留選手フォアボールね。で、ここで、大島選手がヒットで打って、満塁になったところでね、この阿部選手のね、レフト前。で、そこでね、この松山選手のね、ファンブル、バッと。ね。あのファンブルが、キーよ。あそこ、ファンブルしないで、この失点で収めとけば、その後の、セカンドゴロの間の、高橋周平の1点は、ひょっとしたらなかったかもしれない。で、その後ね、まあ、ビシエドにホームランという形になるんだけども、やっぱあのね、ファンブルはね、痛かったかなと。あと、まあ、これもまたたらればだけどね、大瀬良でよかったんじゃないのかなと。そんなね、球数も特にいってないし、87球、まあ、ちょっとバタバタしたっていうところはあるけども、まあ、昨年もね、まあ、今年の課題で挙げてた通り、まあ、広島はね、やっぱ中継ぎ陣がね、ちょっと不安定っていうね、昨年だったところで、今年ね、どういう風に改善できてるのかっていうポイントの中で、あそこはね、まあ変えなくてもよかったんじゃないのかなと。ファンの皆さんどうですか？佐々木的にはそんな変えなくてもっていうところでね、堀江選手、まあセカンドゴロ打ち込んでね、あの菊池選手のね、ナイスプレーで、まあ1点を取られましたけどね、ワンアウト取って、その後ね、ケムナ、ライトへのね、ビシエドがね、アウトコースポーン伸ばしただけで、あのホームランね、まあ打ったビシエドもね、さすがっていうところはありますけどもね、結局は開幕戦でも露呈してしまった中継ぎ陣のね、不安要素っていうところが、まあ出たかなっていうね。まあ、ケムナを送ったことはっていうところよりも、このね、大道、森浦、紅林っていうね、3人で固めていくのかなと思ったんで、あそこの右はね、正直、大道がね、投げるのかなと思いましたけども、まあ、ケムナっていうところで、新人選手の立ち位置がね、ちょっとぼんやりして分からなかったなっていうね、起用法ではありましたけども、結局ね、そこが中継ぎ陣がね、今年も、どうなんだっていうね、不安要素がね、開幕戦で出てしまったかなと。で、9回もね、ピッチャー、島内選手に代わっても、井領選手ね、盗塁し、まあ、高松の成功。この、高松成功、このね、与田監督はね、今年は盗塁していくよと、走られないと思ってんのはね、恥や、みたいなね、どんどん仕掛けていくよっていうところでね、根尾選手がフォアボールで出て、で、ダイソーにね、高松選手送って盗塁。で、その代打の井領選手がね、タイムリーね、打つっていう完璧なね、この作戦からの得点っていうね、与田監督としてはね、してやったりっていうところだったかなと。で、その後のね、大島選手もきっちりタイムリー打って、3点差に広げるっていうね。でね、最終回、祖父江、ここで、ね、打たれて2点ね、取って、あと1点差までいきますけど、まあここでね、ジエンドっていう形で、ちょっと中日もね、まあ勝ちはしましたけど、ちょっとライデル・マルチネスが遅れてるっていうところで、祖父江がね、この2失点、ん？大丈夫かと思うところはありますけど、まあ勝ち切ったっていうところでね、まあ中継ぎ陣の藤島に勝ちがついて、福、又吉っていうところがいいリリーフしたんじゃないのかなと。まあ今年ね、どういう展開になるのか、やっぱりね、広島はやっぱり中継ぎ陣ね、今年シーズンかかってるなっていう思いもありましたし、ドラゴンズはね、やっぱりこう見ても中継ぎ陣がね、締めれるかどうかっていうところは終盤の逆転劇をね、埋めるかどうか勝ってきてるんで、まあ両チームね、中継ぎ陣の、出来っていうところがね、勝敗を分けた開幕戦に、ね、なったかなと思いますね。さあそして最後はですね、ヤクルト対阪神、3対4で、阪神の勝ちと
というところで、藤浪選手ね、初の開幕、先発になりましたけども、まあ勝ちはつかずね、103球5回5安打2三振5四球、2失点と、まあでも良かったんじゃないのかなと、そのワールドピッチとかもね、ありながら、まあ次回期待かな。そのまあ表現がね正しいかどうか分かんないけども、藤浪にしては良かったんじゃないのかなと。フォームもね、そんなアンバランスなとこもなかったし、まあ次回に期待できるのかな。この5回でね、こうスパッと変えたっていうところはね、正直すごい良かったと思う。去年とかの時もそうだけど、無駄に伸ばすとね、やらかしちゃうから、もう5回でね、あとなんとか中継ぎで、しかも9回打ち切りっていうことをね、考えれば、もう藤波はね、まあ良くても悪くてももう5回とかで変えて、もうどんどんいいところでね、この実績と経験を積まして成長させていくっていうところがいいのかなと思うんでね、今日の試合も、5回でね、変えていくっていうところでね、まあ勝ちはつかなかったけども、まあ次回にね、期待できる存在になったんじゃないのかなと、個人的には思います。あとはね、サンズが、まあ3安打、ホームラン2本で、グッド、ナイスバッティング。この解説は、もう少し、後ほどします。そして大山選手もね、タイムリー打って4打数2安打1打点、非常にバランスよくね、スイング、よく触れてるなっていうところもありますし、ヤクルトではね、内川選手が5打数2安打、ちょっとフォアボールがね、2個あるっていうところが、ちょっと最近晩年の内川らしいねっていうところはありますけれども、しっかりね、この開幕戦2本打ったっていうところは、内川まだ健在だよっていうところをね、いろんな人にアピールできたね、素晴らしい試合だったんじゃないのかなと、いうところもあります。あと、中野拓夢くん、ルーキー、代打でね、センター前ヒット、ガッツ、おめでとう。ね、そういうチャンスを生かしながら、一軍でね、これからも活躍して、もらいたいなと、思いますね。さあ、ということで、ここからが、キーポイント。ね。この、サンズのホームランに触れましょう。今日のサンズですね、2回に、ナックルカーブをライトに打ちます。いい形の、こう、引っ張る感じもなく、しっかり合わせてライトに打つ。で、4回も、ナックルカーブをバックスクリーン横にホームラン。で、8回はスライダーを左中間にホームラン。今日、インコースほぼ使ってない。初回、1打席目に2球ぐらい使ったかなっていうところで、多分ね、8割ぐらいもう変化球。全部。多分それはね、サンズも分かってるはずなんだよね。こう2年目っていうところでね、8回のところが典型的だけども、2ボール、1ストライクからストレート見逃し。もうこれ、全くタイミング合ってない。変化球意識してますっていうストレート見逃し。で、3ボール2ストライクからストレート若干振り遅れてファール。で、スライダー甘く入ってホームラン。フォアボールの時もほとんど変化球だったし、この3打席とも全部変化球のアウトコースを打たれてるのね。しかも曲がり系、ナックルカーブ、ナックルカーブ、スライダーっていう。ここはちょっと考えないと、何も考えてないのかって言われても仕方ないような配球に見えたね。これがもし、ベンチからのスコアラー、バッテリーコーチの策として言ってんだったら明日以降変えなきゃやばいね。もうちょっと、でもこれがね、またゴテゴテ踏んでインコースね、待ってましたバリにあるんで、ちょっと考えていかないと、変化球入りの意識させて打ちとか、なんかちょっと考えないと、この打たれ方はどうなんて正直、個人的にはめちゃくちゃ思うんですよね。まあ、その変化球ばっかり打たれたら、もうちょっと考えていこうよってね、こう、覚われてもね、仕方ないような配球。しかも、その8回のね、決勝のホームラン打った時は、ストレートをね、ほぼ意識することなく打席に至ってる中で、変化球を仕留められるっていうのはね、ちょっともうちょっとね、視野広く行きたかったかなと、いうところもあります。しかし、阪神、勝ったのはいいけどね、これが、佐々木さん出ると、厳しさです。守備が、ボロボロ。勝ったけど、もう土じゃないから言い訳聞かないよ。神宮だから、2回裏、打者西浦、糸原、セカンドゴロ弾く。記録はヒットだけども、ああ言ったところが、やっぱりそのね、球際の強さ。今日だったらソフトバンクの周東とかね。あとは、まあ、菊池も良かったね。ああいったところの、やっぱ球際のね、強くいけるかどうかって非常に大事だから、そういったところを弾いてね。で、結局、その後ね、1対1に追いつかれる結果。ね、まあ中村のセカンドゴロの間だけどね、チャンスを増やしてね、なったりとか、3回裏ね、ノーアウト、1塁で山田のサードゴロね、大山がエラーと。で、その後ね、村上の4-6-3ダブルプレー取れずね。で、その後まあ内川のね、まあベース板の上でね、6踏んで3とダブルプレー取って無失点。だからこういったね、ミスもあるんだから藤浪ね、よく踏ん張ったのよ。だから俺は次回行きたいって言ってるとこもあるんだよね。このリズム崩れそうの中、踏ん張って最少失点に抑えた藤浪は、俺は良かったなって
思うわけ。4回裏、打者塩見ね、ショートゴロ、木浪、送球がね、低投して、タイミングアウトだっただけにね、しっかり投げとけばアウトなのに、そう低投でね、出塁すると。で、5回裏、1、2塁内川、セカンドゴロ、糸原ね、ダイビングして、結局スローできず、タイミングはね、取って投げてればアウト。このね、球際や、ここも。で、その後ね、ワイルドピッチで同点に追いつかれるっていうね、ところで、こういうね、だから俺はもう阪神の時に常に言ってたけど、記録に残るエラー、プラス、こういう記録に残らないミス。それを難しいって言ってしまえばもう終わり。でもそこをね、球際に強くやっていかなきゃいけないっていうね、まあ、ことだと思う。俺はこの試合ね、開幕戦からこういうの出てるから、キャンプからやってきたことをもっとさらにさらにレベルアップして、カスタマイズして、能力を上げてやっていかないと、やっぱ結果こういうところがシーズン最後、足引っ張る可能性があるから、今日はね、勝てたからいいけども、そういったところをね、どこまで改善できるか、今年のね、阪神が本当に優勝できるのかどうかね、かかってるんじゃね、ないのかなと思います。バットプレイですよね。あと、ヤクルトとしては、2対2でね、同点の時に、ワンアウト2、3塁、この塩見ね、レフトフライ。で、その後ね、満塁、フォアボールで満塁になって、中村ショートゴロでね、得点できず、ここでもう1点取ってれば、ひょっとしたらヤクルトがね、勝てたかもしれない。このね、ポイントが、やっぱ決める時に決めきれなかったっていうのがね、結果4対3だったかなと。まあ、明日もね、どういう試合になるのか、楽しみにしたいと思いますね。ちなみにですね、明日の、予告先発、巨人 DeNA、巨人戸郷、DeNA、京山もね、戸郷がね、ちょっと練習中ボール当たってね、心配でしたけど、どうなのかなと。で、神宮では、ヤクルト田口、移籍、初先発、期待したいですね。阪神、青柳、後輩、頑張れ、ね。で、松田、広島は栗、昨年のね、頑張りを今年も見せてほしいですね。中日柳、まあ2戦連続ね、勝てるかっていうね。で、ソフトバンク高橋ね、ロッテ三馬。で、楽天がね、マー君の代役の高田。で、日本ハムはね、加藤。で、西武はね、浜谷。で、オリックス宮城。この宮城君にもね、注目したいですね。あとはね、守備がね、ミスしないで足引っ張らないようにしてもらいたいというところで、6試合、すべてお伝えしました。今シーズンもですね、頑張ってお伝えしたいと思うので、皆さんぜひ、お付き合いください。プロ野球開幕万歳ね。というところで佐々木智也総チェックでした。明日も試合行きましょう。じゃあ違う、明日もじゃない、今日俺は今から寝るから明日もだけど、これから始まるはずね。今日もどんな試合見せるのか、サタデーゲームレッツゴー。